バカ。あ、すみません。俺はヘルパーです。このばあさんを世話している施設の。ヘルパー？てめんとかばあさん一人で出歩かせてるのか？ちょっとトラブって、すみません。すみませんじゃ済まねえんだよ。人の車傷つけといてさ。だったらよ、お前が修理代払え。なあ。傷ついてないじゃないですか。関係ねえんだよ、そんなの。とりあえず、施設の連絡先教えてもらっていい？勘弁してください。いい時計してんじゃねえか。わかりました。じゃあこれで。ダメよ、年寄り。おい、届いてるのか。この子お金がないんですよ。いや、この子悪くないの。いいだから許してやって許してやって。あのね、お願いですからね、この子はね、今まで働いてね、ずっと苦労してたんですよ。だから管理してやってください。お願いしますね。あ、今私お金借りてきますから、待っててください。ちょっと待っててください。ボケたばあさんの話したてめえらが悪いんだ。早くその時渡せ。ボケじゃないですよ、認知症って言うんですよ。だからボケじゃなくて認知症です。あ、なんか文句あんのか？あ？エルマさんさ、ちょっと裏で話そうか。ばあさん頼め。ばあさん頼む。なんだよね。じゃボケ。弱きを助け、強きをくじき、命を捨ててでも義理人情を貫く。俺はそんな本物の極道になりたかった。